ダンスパーティー。うわ、親から嫌われてるね。カットどこにあるのかなって。ないといいよね、カット。いや、主人公の人が若い。声いらっしゃい。山ちゃん声若いな。当時収録のものってことか。じゃあ、まかぬ種は生えぬ。親の声より聞いた音楽、この曲。へえ。主人公山ちゃんだって、子供の頃からこの声だったよって。ほう、日テレ版ずっと見てたんだな。なんか伏線はもう序盤から散りばめられてるって話があったぞ。こんばんは、いらっしゃい。バックトゥーザフューチャーだよ。初見ですか？いや、見たことある。でも細かいとこまで覚えてないな。相当前で見たの。ただ一個知ってるのは、これが名作だっていうこと。それは知ってる。あ、携帯がない時代だな。5554823。なんで2回言うんだと思ったら、つべまえした。同時で視聴するプロだな。お父さんがキーか。ビーフ。日本だと車の所有者が保険出すのかな？怖い。
ひどい。出たーって。ただいま、いらっしゃい。いいか、これ名作だから。パパ情けないな。ダイエットペプシ。ケーキ。おじさんが捕まってる。パワハラですね。パワハラか。職場の上司？ママお堅いな。このままもう癖ありだな。危ない。お父さんすっとろいな。この映画次は一気にしたいなって。大丈夫、来週は2、再来週は3だ。予約の深海パーティー。ワコンいらっしゃい。今日は名作だぞ。ワンコ。深海パーティー。どういうパーティーだろう。とかくアメリカの人たちはパーティー好きだよな。ワンコかわいい。きたー、デロリアン。ドク。これが例の。そうです。エコカー減税対象者。そうなん。
実験する。帰宅中ですって。早く帰ってきな、面白いぞ。リモコン操作式の車。今準備できた。いらっしゃい。今からだぞ。いい映画、天下がってもいいよな。ね、ワクワクするぜ。一体何が起こるってんだ。あ、あ、消えた。うひょー次元を超越した。タイムトラベラー。1分後の未来。犬が消えた。1分後に。あ、危な。CM。 さあ、というわけで本日は、Back to the Future。 博士だな、博士がタイムマシンを作ったというところからだ。お、推理コメント来てるぞ。タイムスリップしてママがパパにガンガンアタックしてる姿に見姿を見れるに一票って、ほほー、君は初見だね。まあ、あの初見のね、あの推測コメントは大歓迎だ。さあ、この後どういう話になるか楽しみだね。ただ、君の発言第一歩、タイムスリップするための道具は揃っちまったな。時速140キロってことは80マイルで、可能、あの、なんだっけな、行ってるってことか。80マイル。風呂入ってこねえとって、諦めた方がいい。諦めた方がいい。来週が2。再来週が3です。1のこれ知っとかないと来週再来週ついていけないぞ。今日は11時まで諦めよう。悪いこと言わないからやめた方がいいな。お風呂諦めた、いや、マジで3まで見たときに見てよかったって本当に思うと思う。これはやめた方がいい、見た方がいい、ちゃんと。だよね、3まで知ってるお兄さんお姉さん方だよね。そう思うでしょ、この作品だと。今ここで風呂入って途中20分30分見てないのはものすごいもったいないと思う。
この配信3まで見るぞ。いやいや、もう今日見てないなら、もう入ってないなら、もう終わるまでやめた方がいい。風呂我慢します。それが正解だと思う。いや、今日のこれはすごいよ。1位が見た覚えないんだよねって。あ、そうなんだ。1位はでも個人的には、まあ個人的にはやっぱね、2、3のが好きだな。始まった。もう入ったって。正解。帰ってきた。あ、ビデオ撮ってない。ワクワクする映画だよな。お、何の日？1955年11月5日。次元転移装置。テレビ映んないって。あー、なんとか直すんだ、なんとか直すんだ、まだ間に合う。3が一番スコ、3かー、いいよね。3の大断円感はもう、最高にヘビー。ウィングドア、上に開くやつか。1.215W の電流。ヒーヒー、パチンコの部品で作ってやった。マッドサイエンティスト。これ今これさらっと見たけど、とんでもねえことやってんだよね今ね。核燃料を使って、すんごいとんでもないことやってるよね。図星かな。マンさんごめん、タイムマシーンができちゃった。この量のプロテイン巻き上げるって、この量がもう えぐいの。1回で1本必要。プルトニウム。どういうこと？爆弾の
わあ。わあ。わあ。襲ってきた。ドッグ！助かった。ジャムった。電源入った。140キロ。ああ、あ、 RPG。 いい曲、聞いたことあるよね。街中でプルトニウム搭載した車にロケットランチャーを向ける図。確かにこう見たら、あー、完全に一致。まあ恐ろしいわね。あっぶね、散弾銃。あ、松についてこだわりのある人が話してたね、そういえばね。安定の二連装式ライフル、詳しいね。リオン団地、これどこ？自分家か。
CM。 散弾銃はダメージがでけえ。あ、小林製薬、自宅あった場所か。一体どうなっちゃうの。さっき数字でしたよね、何年前かって。リオはフランスだよって。そうなの。いやーすごいわ。毒はどうなっちゃうん。デロリアンやっぱいいな。これはどんな車に属するの。普通の車じゃないよね。まだか。ドアが上に開くのかっこいいよね。ウィングドア？特に会って撮った写真まだ持ってますよって。会ったことあんの？どこで？いいなぁ。エコカー減税非対象者って枠じゃないのって。ごめん、どういうこと？さっきも言ってたね。それどういうこと？レトロすぎてってこと？だから乗り換えましょうって話？適当かよ。なんだよ、適当か。車も古いよね。跳ねる靴。レーガン元大統領が役者の時代ですよって。へー、出てるのかな。いつの時代も言ってたことばっかり言ってんな。新聞ですから。
うわレトロ、あれ熱盛で見た。ファッションが受け入れられてない。昼バレー丘崖。ほう。ペプシもない。マクフライって言ったぞ。どっかで聞いたことある。ああ、昔から。ババアだ。悲しい。ジャイアンみたいなやつ。お、あ、市長の人だ。この時代に今この映画大丈夫か。成り上がれ下克上しろ。え、あ、そういうことなの。彼は今のマーティー一言で市長を目指すことになるのであった。おん？じゃあ現代ってもう影響が。あ、情けねえ。あ、あ、変態やないか。情けねえ。また。お父さんに接触しすぎたら未来変わっちゃうんじゃねえのか。
お母さん。ああ、ブランドか。ああ、やばい、落ちてる。めちゃくちゃさ、積極的になってる。お前さん、こっちですって。でも、母ちゃんだぜ。刑務所に入ったおじさんだ。みんな親族だよね。お母さんです。悪いジョークだぜ。今どんな状況ですか？ママが息子に恋してんだ。めちゃくちゃ積極的だ。CM。ママ肉食系。というわけでコメントが来ております。いや、メイクすごいなーってコメント。何のことか分かんない人多いと思うんでね。お父さんと、お母さん、あと主人公マーティー、同年代の俳優です。つまり、現代で出てきたお父さんお母さんは、特殊メイクで、年上の格好をしてるんだね。すごいよね。って。あれ、ビフは？ビフは違う人？ビフもじゃなかったっけ？へぇ。お母さん、どんな人か覚えてます？まったく、女子が男の人の車で二人なんてはしたない。私の子供の頃はそんじゃなかったわよ。手のひら、くる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 。ビフも同年代だよね。あの意地悪な、なんだっけな、靴ひもほどけてるぜって言ったあの人もう同年代か。いやすごい。未来のママには違和感感じてましたねって。
あー、さすがですね。特殊メイク。さあ一体どうなっちゃうの。マイケルがイケメンでイケメンで、マイケル誰？どの人？延長しました。何十年前特殊メイク？ 1985 じゃないかな。あ、マイケル・J・フォックスか。いやーかっこいいよね。この方あれなんですよね、病気になっちゃうんだよね。35周年か。パパめっちゃ綺麗な顔してるよね。おー、ダサメガネしてね役を作っていけばかっこいいよな。始まった。ケネディ通り。本当ならもっと俳優として活躍できた人だけど、病気のせいか。あ、毒。天秤さん中学の頃。はい。違った。博士変わんねえな。1984。兄さんの髪が消えてる。レーガン。大統領にわかんない。これは1985年の映画か。なんで知ってる？設計図。
時代背景分かれば楽しいんだろうね。お、あ、そうか、ビデオもあるんだ。30年後。あ、ビデオ。はあ。映像効果。テレビが普及し始めたあたりの時代でしょ、これって。手軽に会話しないけど、テレビカメラはないんだね。戻れるかね。稲妻。時計塔に。視聴準備完了、管理しました。お、いらっしゃい。誰に言ってんだろう。未来の出来事に影響が出るかもしれない。母ちゃんと もう話しちゃった。タイムパラドックスとは違うんだっけ。合ってる。世界の修正力ぜよ。これ怖かったなーって。下手したら自分の存在消えるからね。キックミハハハハハ。つらい。きっかけがなくなっちまった。そんな反応。
似てねえ。困った。ドラえもんも同じこと言うなって、あ、理解力あるとそうだろうね。流行り言葉ですよね、あげぽよ、まんじ。魅惑の深海パーティー。あ、作家？美人とはいえ自分の母ちゃんそれとか地獄よねって。母親か。血のつながりでっていうとこのキョンピには理解できないな。やっぱ母親ってそういうもんなの？息子に恋してるママ、マザコンになっちゃうよ。ちょっと意味違うと思う。まあ、一方的なコンプレックスだけどね。やっぱ、違反だ、ねえ、いいよね。めっちゃ迫ってる。あ、ビフでっか。ひょっとグッジョブ。そういうとこやぞ。うん。SF 劇場の放送があるのか。これは手ごわい。3D メガネって何使うのあれ。兄貴はやばい。キャプ知らんのかって。知らない。何に使うんです。いや、あの 3D か 4D の映画で使うのは知ってるけど。バンヘイレン、
イヤホンがない時代だ。ダース・ベイダー監督が同じなんだっけ。スター・ウォーズの監督と、しょーしょー、あ、じゃあジョージ・ルーカスか。あれなんでだろう。あれ待って、なんでだ。なんか接点があるのはしてる。なんでだろう。スターウォーズあれだ、スピルバーグ関係ないな。ミルクチョコレート。頑張れ頑張れ。あ、やばい、運転。やべ、最悪。ああ、やばい、さらに。あ、そうか、スピルバーグとルーカスが友人だからか。ああ、びっくりした。接点があるのはしてたんだよ。監督は違った。なるほどね。ここから好きって。かっこいい。スケボーがない時代？うわっ、あぶね。かっこよすぎるんだよな。やったー。あれ何？肥料。肥料だから動物の糞。
くさ。つまり牛とかのだな。これない時代なんだね。ミニチュア好き。あ、なるほど。なんて言うんだ。いいの？ママにすごいな。しゃあない、これぐらいしないとな。かわいいね。